株式会社商工コーポレーションは、商内交通などを参加に置く、商工グループの中心会社、山形県鶴岡市に本社を置く。2003年3月、商内交通は、財務基盤の強化と収益力の向上を目的に、不動産や物販部門を分離し、バス部門に特化する経営方針を打ち出し、かつて11億円余りの借り入れ金全額の、 他項肩代わりを実施するなど、経営を支えてきたメインバンクである、庄内銀行の主導のもと、同年5月商工コーポレーションを設立。社長には、商人元副頭取が就任した。その後、2006年10月に、庄内交通、商工コーポレーションなどを参加に置く、純粋持ち株会社として、商工ホールディングスが設立され、2017年4月、 組織再編によって、商工コーポレーションが商工ホールディングスを合併した。商工コーポレーションが運営している東京第一ホテル鶴岡、ショッピングセンターの S モール及びスポーツクラブのプラスワンはオープンから30年長が経過し、施設の老朽化が目立っていた。中でも東京第一ホテル鶴岡は、旧耐震基準による建設物であったため、耐震補強工事が 喫緊の課題となっていた。証拠は3施設の改修にあたって、2018年4月1日、国土交通省から東京第一ホテル、鶴岡田改修事業における民間誘導施設等整備事業計画の認定を受け、さらに商品からの支援による不動産特定共同事業法を活用したスキームによる資産流動化及び、 ノンリコースローンの蘇生等によって資金を賄う手法を選択した。この資金調達は商工土地元企業及び国交省所管の一般財団法人民間都市開発推進機構からの趣旨と商品からのノンリコースローンによって特別目的会社を設立し商工の施設を売却し資産流動化を図ったもので耐震化を含め45億円をかけて 2018年7月までに各施設の改修を完了させた。省内交通路線バス下機のグループ企業は2014年4月1日をもって省内交通株式会社に吸収合併となった。1981年、第1ホテルと省内交通の提携に基づき設立した商工開発が第一院鶴岡として開業。その後、 1991年10月の庄内空港、開港を見据え増築、改装、現象号に解消。ありがとうございます。